はい、こんにちは。ハーバード心理学45日目ブルーホースやってまいります。今日のテーマはこちらですね。お金を理解するということです。まあ、後半に入ってくるとね、結構突っ込んだ話もやっていきますんで、ぜひ考えていきましょう。ライフシフトというですね、本がありまして、その中では、まあ、人生ですね、100年時代を生きるという、まあ、世界がもう目の前に迫っていると、でも突入しているというところなんですね。でその戦略として重要なのは2つと、お金と人間関係だと。で人間関係っていうのは人生の特に後半において重要になってくるので、じゃあ前半でお金は必要と、お金をまあ蓄えておくことっていうのが重要ですっていうことなんですね。人生において感じが違う、欠かすことのできないピースの一つということです。すいません、こういう証明を間違いしてね。ところが日本人はお金に対して製品、まあ、清く貧しくっていうのがいいという考え方が多いのかなっていう、まあ印象がありますね。で、お金持ちは悪っていう根強い考え方が結構あって、ところがお金自体っていうのは別にいいとか悪いとかっていうのは関係ないんですよね。結局はその使い方次第なんですよ。あるいは稼ぎ方次第なんですよね。で、稼いでない人がこういうね、お金は悪だ、お金は悪だ、お金持ち悪だっていうふうに言うのはなんでっていうと、まあ自分がちょっと厳しく言うと、お金を稼ぐことができてないっていうことを正当化するために言ってるんですね。だから確かに全てではない、お金が全てではないっていうことは事実かもしれないんですけど、じゃあだからといってお金は悪いっていうふうに指定する理由にはならないはずなんですよ。結局稼げてない自分のためにね、言っている、防御のために言っている。で、お金と人生の幸福度の関係性を見ながら、今日は人生におけるお金の立ち位置っていうのを理解していく、そんなお話になってまいります。ではですね、経済関係でノーベル賞を取りましたダニエル・カーネマンという方がいらっしゃいまして、で、これね、こういう当時、あれさっきの話と違うじゃんっていう風になるんですが、富と幸福の間での関連性は低いっていう研究結果を出したんですね。で、高収入の方だと、まあね、1000万とか1億とかって稼いでる人たちの方が幸せになれるっていう風に思われがちだったんですけど、事実は異なったんですね。ハーバード心理学の方の本には書いてなかったんですが、まあ一般的に研究結果で言われてるのは900万から1000万くらいの間で幸福度は絶頂期を迎えて、そこからそれ以上稼いでも一定だって言われるんですよ。まあ、確かに平均以上の収入のある人に関しては比較的人生には満足できるんですよね。で体験自体を、まあ、その人と比較してこれが幸せだあれが幸せだっていうのを感じるわけでもないんですよね。で収入が高い人に関してはそうでない人よりも実は気を張っていて、まあ、楽しむための活動に費やす時間が少ない傾向があるっていうのもまた事実だったりします。で人生における収入の満足度の影響っていうのは一時的なんですよね。だから収入がめちゃくちゃ高いからって言って幸せだーって感じるのは、実は物とか手に入れた瞬間に何のために生きてるんだろうなと思って、ちょっとしな満足だなーってなっちゃって終わりということがあると。で人は自分や他人の人生を評価するときに、まあ、結構固定化、もうこのパターンしかないんだ、このが成功なんだっていうことしか頭浮かばないんですよ。だから人間がその稼いでる稼いでないに関係なく、高収入こそ幸福だっていうふうに思い込んでる傾向は、まあ、確かにあるんじゃないかなっていうことが研究結果として分かったと。でところがお金持ちになろうが、一旦物質的な富を手に入れると、まあ、物質的な富って何っていうと、例えば高級住宅とか高級会社とか、まあ、高級な食事とかですよね。でそれらを手に入れようと頑張っていた頃と比べて、まあ、精神的に落ち込んでしまう人が結構多いんですよね。え、手に入れたのに落ち込むのっていうことなんですけど、結局は人間って目標を達成することよりも達成するためのプロセスを踏んでることの方がはるかに重要で、そっちの方が幸福度を得られやすいんですよ。だから手に入れるまでの行いっていうのが重要なわけなんですね。だから例えば出世競争に奮闘している人っていうのは、自分が地位を手に入れることが大事だって考えてるんですよ。で営業成績でナンバーを取るとか、誰よりも製品を多く開発してやるとかですね。でだからネガティブな出来事、上司から頭ごなしに理不尽なことを言われたとしても耐えることができると。ところが一度出世しちゃいましたとか、物手に入れましたってなってくると、達成感を一時的に味わった後に、あ、終わったってっていう結構失望感、絶望感に襲われることがあるんですよ。だからアメリカのデータで定年を迎えたサラリーマンが平均18ヶ月後に、自殺をするとか死ぬとかっていうのを
恐ろしい研究結果データもあったりします。でこれ勘違いとしてあるんですけど、人はですね物事を判断する際に精神的なものよりも物質的なものを手に入れることに躍起になるんですよね。だから、例えば旅行に行って綺麗な景色を見て感動するっていうよりも目の前の美味しい食事とか大きい家を買うことに躍起になったりするんですよ。なんでかっていうと目に見えて評価できるものの方が分かりやすかったりしますよね。例えば僕なんかは旅行がすごく好きで沖縄とかに行ったりすると海がすごく綺麗だなって思うかもしれないですけど、旅行に興味がない体験型のその私服に興味がない人に関しては沖縄行ったところでふーん暑いねって終わっちゃうんですよ。それよりももうなんか 8LDK の200平米の家とか2000万のするベンツとかっていう風になんか指標で測れる目に見えて分かりやすいものの方がいいっていう風に思うケースもあるんですよ。それがいい悪いじゃなくてですね、その旅行に感動した方が良くて物には感動し物欲しいとかっていうのは良くないとかそういう話ではないんですね。あくまでどっちに幸せを感じるかが重要なので、で、まあ、結果的にそれらを手に入れるために家とかお金、家とか車を手に入れるために必要になるのはまずお金ですよね。だからみんなお金持ちになりたいと思うし、ところが一方でお金を使って手に入れたいものがいつまで経ってもお金を稼ぐことができないためにそれらを手に入れている人たちを見て嫉妬してあいつら悪いやつだって言って心のざわつきを抑えてるんですよ。買えない自分の焦りっていうのを買ってるやつらを見てあいつら悪いやつだって言っちゃってるっていうことなんですよね。で、今日の問いかけになるんですけど、こちらですね、あなたが欲しいものはお金がないと手に入れないものでしょうか。これ結構ね重要な話だと思うんですよね。お金がないと何もできないと思っている人が案外多いんですよ、悪いと思っているくせに、ところがお金がなくても体験とか考え方によって人生をもっともっと満足させられることってないかっていうことをぜひ考えていただきたい。で、お金が必要だとするならばそれっていくらあればいいのっていう話なんですよ。得てして人間っていうのは自分が得たいものに対して必要以上のお金を求める傾向があって、それが自分を苦しめていることに気づいてないんですよね。だって5000万で買える家が欲しいと思ってたとしてもその5000万っていうなんて言うんでしょうね、5000万の家を買うためになぜか1億の力を1億の収入力を手に入れないといけないとかって思って躍起になってるんですよね。なんか何倍も何倍も稼がないといけないと思ってるんですけど、実際にもう一回聞きますよ、あなたが欲しいものを手に入れるためにはいくら必要なんですか。このいくらっていうのをちゃんと算出せずに金持ちにならなきゃ金持ちにならなきゃでも金持ちは悪いやつだ金持ちは悪いやつだってもう矛盾したりとか、いつまで経っても自分にとって必要なお金っていうのを把握しきれずに無限にお金を求めて苦しくなるっていう傾向があるんですよ。だからあなたが欲しいものに対していくらあればそれが叶うんですかっていうことなんですね。で、究極の通貨を稼ぐっていうのが今日のワークになってくるんですけど、あなたが幸せを考えられる、あなたが幸せを感じられる行動についてぜひ考えてまいりましょう。毎週できることであなたに最高の幸せと満足感を与えてくれる活動っていうのを5つリストアップしてみましょう。で、それらの活動をするために必要な時間とお金を計算してみてください。はい。で、リストアップしてみると何かっていうと、まあ、結構お金がなくても体験できるとか、あれ、めっちゃ20万、30万すると思ってたけど、2、3万でいけるな。っていうことに気づくことができる可能性があります。で、リストアップしたものっていうのを、ぜひですね、それを手に入れるために目の届くところに常に置いておく、あるいは貼っといてください。例えば冷蔵庫とか、トイレとか、お風呂とか、それから寝室。ね、どんな時でも思い出せるように手の届くものだっていうことを認識を持つことが重要なんですよね。だから家とか車とかでもなんかとてつもなく高くて、自分の収入じゃ、手に入れることは難しいって思うんじゃなくて、自分が住みたいなって思う家とか乗りたいなって思う車を考えてみた時に、自分の収入の範囲で買えるものなんだ、手の届くものなんだっていう認識を持つことが重要なんですよ。そうすると結構気が楽になりません？で、つまるところ究極の通貨とは何かっていうと、お金じゃないんですよ。お金じゃなくて、確かにお金を必要とするケースもあるかもしれないんですけど、あなたが求める
幸せに導いてくれるもののことを究極の通貨っていうんですね。でそれは体験の場合もあるし、人間関係の場合もあるし、お金自体の場合もあります。で中には株とかインデックス投資とかFX とかにバンバン突っ込んでいって、そのお金という、資産が増えていくことにエクスタシーを感じるケースもあるんで、究極の通貨がお金のケースもあります。ところがそれら全てをひっくるめて究極の通貨、つまりあなたの幸せに導いてくれるもの全てが究極の通貨になるんですよ。だからお金だけを求めるんじゃなくて、あくまで手段の一つとしてお金も求めつつ究極の通貨自体を手に入れることっていうのを目指していこうというのが今回の狙いになります。はい、皆さんにとっての究極の通貨一体何でしょうか。ということで最後にですね、お金をいくら稼いでも、さっき言ったように900万から1000万くらい の金額を、年収を稼いだら上限って結構もう頭打ちになるんですよ。ところが不幸にはならないよっていうデータもあるんですよね。貧乏よりも裕福な方が相対的に幸福度が高いっていうのは確かに間違いないんですよ。で稼ぐ力がない人が言い訳がましくお金持ちは悪いっていうのは、自分が不幸だっていう苛立ちっていうのを他人にぶつけてるだけなんですよね。正直お金持ちとかお金自体に、あるいはお金稼ぐ手段に対して善悪ないんですよ。人間が勝手に解釈してるだけです。ところがお金だけあっても仕方ないですよ。結局物買ったり体験したりしなきゃ意味ないですからね。だから究極の通貨っていうのを手に入れられるように頑張っていきましょう。はい、偉そうに講釈垂れてますけど、僕も別にそんなに収入が高いっていう人間ではないので、皆さん、平均トントンとかって思っていただけたらと思うんですけど、それでもやっぱりお金がなくてもこのために生きるんだ、これが幸せにつながっているんだっていう方向にシフトしていくと、それでもやっぱりお金も必要だなって思う場面があるんで、そこのバランスを取りながら私も頑張っていかなくちゃなっていうふうに思ってますんで、共に頑張ってまいりましょう。ということで本日の動画以上となります。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。